海中のワカメ海藻は藻類の内容に肉眼で判別できる海産種群の総称。海上から見たケルプの森藻類には海産のものと淡水産のものがあり、このうち海藻は海産種群を指す。ただし、いわゆる微細藻類は含めず肉眼的な大きさのものを指すことが多い。これとは別にアマのように海産植物ではあるが陸上植物と同様に根、ね、茎、 葉を有し、花を咲かせる、種子植物もある。これらには、海藻の字が当てられ、海藻とは区別される。海水域に生息する、種子植物は、アマモ類などの非常に限られた種類だけであり、その生息環境も沿岸部での限定的なものである。多くの海藻が砂泥底に生育するのも、海藻とは大きく異なる。海藻は、系統学的には、 異質な複数の分類群から成り立つ。これを反映して、形態をはじめ生物学的な性質には大きな多様性が見られる。様々な形の海藻長管帯から深さ数十メートルの海底にまで生息する。一般に、緑藻が浅いところに、構造が最も深いところまで生息すると言われる。一メートルを超えるような大型種は、滑走類に見られる。また、 熱帯の海では大型の海藻は少なく寒い地方に大型の海藻が多い。ほとんどの種が海底に根のような構造で固着しているが、ある時期が来ると根元から離れて海面を漂う種も存在する。そのようなものが固まって流れているのを流れもと呼んでいる。また大部分は岩の上に張り付くように根を張っているので、海藻は圧倒的に 岩礁海岸に多い。温帯では一般に海藻の活動が盛んなのは春から初夏で、それ以降は不活発になってしまう。これは肥料分が制限要因となっており、冬季に微生物の活動等で蓄積された肥料分が使い尽くされるまでが活動のピークとなるからと言われる。沿岸海域においては重要な生産者であることは論じるまでもなく明らかである。しかし、 それ以上に海底地形を複雑にし、生物環境を多様にする意味が大きい。海洋は均一な水の連続であり、多くの海底は比較的単純な地形をしている。その中で、サンゴや海藻のように海底から細かく枝分かれした土質部を作る生物は、複雑な足場を提供することで環境の多様性を向上させ、小さな動物の住みかを多く提供するものである。 岩礁海底の海藻の群落は、藻場と呼ばれて、多くの魚類の稚魚の拠り所となっている。平成に入って、日本各地でこのような藻場の衰退が聞かれるようになった。このような現象を磯焼けと呼んでおり、沿岸漁業にとっても重要な問題と考えられ、現在その原因や解消法が研究されている。鉄鋼スラグの加工物を沈めて、海藻を根付かせるといった対策が実施されている。 また海藻は温暖化ガスの一つである二酸化炭素を吸収する。このため藻場作りや昆布の養殖は青い海で二酸化炭素を吸収するという意味で海藻や遠性湿地、マングローブとともにブルーカーボンと呼ばれる。ミヨックレーバーブレッド干したダルス海藻には水溶性食物繊維が豊富に含まれており水溶性食物繊維は食後の血糖値の急激な上昇を抑制する。 人間に必要な多種の栄養素を含んでいる。日本では海藻は食材として重要である。出し取りや煮物の素材としての昆布、水手紙状に乾燥させたり、佃煮や汁物の具材に用いる海苔、汁物や煮物の具材としてのわかめ寒天やところ天にして供される天草、主に煮付けとして供されるひじき、酢の物として供されるもずく、あるいは滑藻香草 緑草の種を問わず鮮魚の刺身の盛り合わせの妻として、大根の千切りや大葉などと共に、彩りとして用いられるなど、日本料理の体系で中心的な位置を占める。日本以外では、ケルト系のスコットランドとアイルランドが突出した海藻食文化を持っている。ダルス、イボノリ、ヒバマタ、ツノマタ、トサカモドキ、アオサなど、伝統的に多種の海藻を食していた。また、 チリエンガンに生息するダーベリア・アンタルクティカと呼ばれる海藻はインディオの時代から汁物の具として盛んに食されていた。ケルト系民族を除く欧米では海藻を食用にする習慣が少ないので、英語では海藻と一緒にシーウィードと呼ばれる。しかし、最近では欧米でもヘルシー志向が高まり、海藻を食材として利用する事例も増えており、シーベジタブルと呼ばれることも多い。 フランスの海洋生物学と海洋学の研究、教育機関、ロスコフ生物学研究所の研究チームは、日本人の腸が海藻に含まれる多頭類を分解できるのは、分解構想を作る遺伝子を腸内に住む細菌が海洋性の微生物から取り込んでいるためだとする論文を発表し、2010年4月8日の英科学誌ネイチャーに掲載された。騎士に漂着した。 海藻海岸付近の耕作地においては、古くから肥料として徴用されてきた。海藻を肥料に用いるメリットとして、有害な胞子や昆虫類の卵、雑草の種子等が混入しないこと、陸上の動植物起源の肥料よりも、カリウムなどのミネラル成分、オオキシンなどの植物ホルモンに富むことが挙げられるため、農地への塩類集積等への懸念は残るものの、有用性は高い。 歴史的に見て、ヨーロッパでは、2世紀に書かれたローマ時代の書物にも、海藻の肥料利用が書かれているほか、12世紀には、イギリスやアイルランド、フランス、スペインなどの諸国で肥料への利用のため海藻類の養殖も行われている。現代においても、漂着した海藻を農地にすき込む手法が地中海、沿岸諸国、アフリカ諸国などで行われているほか、アメリカ合衆国などでは、 海藻から製造した液費が広く販売されている。日本では、江戸時代に伊豆半島で天草を肥料に利用が行われていたほか、1950年代には、北海道の襟も岬の周辺で行われた公共事業において使用されている。代表的なものは、以下の三つの群である。高層と緑層はアーケプラスチダであるが、滑層はストラメノパイルである。詳細については、 各軍の功を参照されたい。ここでは階層として代表的なものを挙げる。ありがとうございます。